トランクスに触ると飛び上がるぐらいに痛いんですよ。ちょうどまたそれが起こったような痛みなんですけど、んで、おかしいなと思って薬局で低血糖の塗り薬を買って塗ったんですけど、一本使わさせても全然良くならずに、広くなってもう歩くのが苦痛なぐらいで、立っても苦しいし、座っても苦しいし、横になっても苦しくて、どうにもならなかったですね。朝日まで行ってきました。ベッドに寝る前に先生はこれはひどいなと一言、なんだろうか、ソフトボールぐらいにバンバン流してて、もうキャッチボールできるぐらいにやってました。で早速抗生物質をもらって、その前に尿検査はしたんですけども、当然そんな悪い菌なんか出てきませんよ。悪いことしてませんから。で、まあ、多分何かの菌が傷から入ったんだろうということで、また来週行きますけど、ということで血を抜いてきました。結果発表は来週です。
は今でも人生してるんですけど、やっぱり病院でもらう薬は効き目が違いますね。やっぱりおかしいなと思ったらすぐ病院ですね。まあ、ね、膀胱がんがどうなるか分かりませんけど、見てもらっただけでも安心です。しかし死ぬのが痛かった。本当にどうなるかと思いますけどね。食べられることは本当にパパですね。嬉しいことです。
うまいよね。喋りなかったんですよ。噛めなかったんですよね。それは今ではこうやって食べれるんですから大丈夫です。お世話になります。すごいですね。一つ分かったこと、ロキソニンはちゃんたまやニャンタロウの痛みにはあまり効かない。抗生物質飲んでお風呂入って抗生物質を塗ってI'm sorry.